おはようございます。速稼塾の久保です。今日は8月3日朝5時でこの放送をお届けしております。FX オリガルヒのことなんですけども、ずっとですね、右肩上がりのバイバイバイでこの半年間取ってきたわけなんですね。ただその動きがちょっとね、鈍ったと言いますか、140円直前にですね、まあ反転して130円、一時期ね10円ほど変わったわけですよ。さあこの最中でですね、ずっとバイで来たわけじゃないですか。ですんでエントリーをセルに切り替えることって非常に難しいんですよ。これね、成功例が新しい挑戦をできなくするっていうね、まあ言葉というか概念というかね、体験が皆さんにもあると思いますけども、100回同じ方法で成功してきたら、101回目にそれを否定して全く逆の行動を取れって言ったら、なかなか勇気がいることだと思うんですよ。だから FX って精神力が必要なんですよね。で、今回私の放送が何かしらのお助けになったかな、お手伝いになったかなっていうところは、実はですね、前回私が難品をして全損したわけですよ。その全損をきっかけに、もうこれは売作戦はやめて、セルの方に相場に合わせていくしかないなっていう決断で、私はセルの方でエントリーしたところを皆さんにお見せして、その結果、一瞬でですね、その全損を取り戻すほどのセルでの利益を出したわけなんですよ。それ以来、セルを積み重ねて今日に至るわけなんですけども、これを見てですね、オリガルヒの視聴者さんは、あ、やっぱりセルなんだなと。ちょっとセルで行ってみようかってことで、利益の方を転換して出されたということですよね。で、多い方は100ピップスほど取られてたみたいです。そして昨日の連絡では35ピップスとか50ピップス前後ということでですね。まあこれロットにもよるんですけども、大体ですね、4、5万から10万ぐらいの利益を出しているんではなかろうかというふうに、普段のエントリーのロットから私も推察するんですよね。まあ通常こういったやり取りっていうのは、まあ距離、ピップスでお話をしますんでね、金額でお話をすることはないんですけども、まあでもね、本当に、この混迷の中、トレンドの転換が起きたかどうかまだ言えませんけども、ただ10円の価格変動が起きたら、これはもうトレンドがね、終わって別のフェーズに入ったかなというふうに判断してもよろしいかと思います。もう十分ですよね、10円だったら。まあそういった形で140円直前から一時期は130円つけて、今132円前後なんで、かなりの価格推移がですね、この3日間で起きたと。土日を明けて月火で起きたということが言えると思います。そして今日水曜日に至るわけなんですけども、またですね、このセルで取れた流れが変わる恐れがあります。そのための予兆が出てますんで、すでに相場解説の方でお届けはしているんですけども、さあ、ここでですよ、なんていうんですかね、ユニバーサルですよね。ユニバーサル、リバーサル、失礼しました。ユニバーサルスタジオじゃないですよね。リバーサルが起きてきます。要するに反転なんですよ。反転時期をどう見分けるかってことが非常に大事で、これはね、私も一つのスイッチの入れ方として、難品ってのを今回使いました。難品で、バイでダメだったら、これはセルの方に切り替えていこうかなってことでスイッチを強引に入れたわけなんですけども、でもこれね、難品しなかったら、未だにエントリーできてなかったと思いますし、未だにセルの方にはなかなか踏み切れなかった可能性もあるんですよね。特に、今日に至って、水曜日の朝に至ってですね、今日3日の朝5時ですけども、転換してバイの方に向かってるわけなんですよ。そしたら、ほらねっていう風になってたかもしれません。このぐらい心理状態っていうのは影響するんですよ。つまりはどういうことかっていうと、難品を最後にバイからセルに切り替えてセルで利益を取った時の心理状態と、バイにこだわって今日やっとバイでこう取れた時の心理状態ですよ。後者の方はですね、今日からまたバイが始まるっていう風なこの前提、先入観が起きるわけなんですよね。でも反対にですよ、セルで一旦取って、しかもその間に10円の移動を見て体験をしていればですね、しかも難品で食らったことも鑑みていけば、これはセルなのかバイなのか、今変わり目に来てるなと、どっちもあり得るなっていう風な先入観で見れるんで、相場が冷静に見れていけるってことなんですよ。だからここが大事なんですよ。成功例はすごく自信をつけてくれますけども、逆にその成功例と自信が次のチャレンジを濁らせる場合があるんですよね。で、今回今その狭間に来てますんで、私としてはすごいベストな選択をしたかなと思います。難品で全損を食らったのがベスト、その後で一気にセルに転換してセルで取れたのもベスト、そしてそれを見てオリガルヒの皆さんが、全員ではないと思いますけどね、セルの方で利益を取った、そしてその利益を取った報告でね、久保さんがセルの決断をしたんで自分もセルなんじゃないかなと思ったところによしっていう風な勇気が出たっていうことなんですよね。そして次のフェーズとしては、私の決断がなくても自分自身でこれができることなんですよ。私は自分自身の決断、
ちょっとね、何品まで使いましたけども、決断のスイッチを入れました。あとは、自分でね、この FX をするときに、どういうスイッチの入れ方を学んでいくか、もしくはどういうときにリバーサルを自分は扱っていくのか、これをね、講義にまとめて、今週中にお送りしたいと思いますので、オリガルヒの皆さんはお楽しみに。で、オリガルヒに参加してない方は、このね、反転の見分け方についての講義っていうのは、有料で販売することになると思いますので、またセールスの期間をお待ちください。有料セールスでございます。まあ、ちょっとね、夏期講習みたいな感じで、FX に興味がある方は、こちらの方、ちょっと手に取っていただいて、転換をどのように乗り切っていくのか、そしてどんな種類の転換、ね、リバーサルってものが存在するのか、リバースっていうのはね、反転するってことですからね。この反転を見分けられないと、なかなかね、損害を抑えることはできないと思いますんで、この反転はやっぱりテクニカルの中では見分けれる一つの条件になってきますので、ね、まあダブルトップとかっていうのは分かるでしょ。ダブルトップとか、それから高値圏でのヘッド&ショルダーっていうのは、相場が転換するいい例だと思いますけども、ああいう分かりやすいやつだけじゃなくてね、見分けていかないといけないもっともっと細かいやつもありますんで、ね、そちらの方もお楽しみにご覧ください。それではですね、最後にまとめてお話しますけども、判定を見分けるための方法として、このリバーサルについての講義を FX オリガルヒの方は追加させてもらいます。で、オリガルヒに参加されてない方は、この夏にね、一つ力をつけるために、こちらの方のコンテンツをご購入いただければと思います。それでは、今回は以上です。